pasión para mi gente, con una pasión tan fuerte. Ay, 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 ay. 先ほど有川に戻りまして、でちょっと自転車のブレーキの効きが悪い話したと思うんですけど、あの借りている GoTo ウェスさんに相談をして、あの点検してもらって新しいブレーキに交換をしていただくことができたんで、もうバッチリブレーキも効いてるんで、3日間坂道とかも問題なく怖くなく進めると思います。でこれからですね、この中通島の最北端にある津和崎灯台の方へ向かっていきます。で今日はですね、残り、10の教会があるので、その10の教会を巡って、今日の旅を終えたいと思います。2つ目の教会、丸尾教会が見えてきました。3つ目の教会、青佐ヶ浦天主堂に到着しました。今僕ですね、道の途中にあった休憩所で食べてるんですけど、もう見てください、目の前に海が広がって、で今日朝曇りだったんですけど、今は晴天なので、もうこの晴天のこの美しい海風景を見ながら食べるご飯、最高ですね。あんまりこういう機会ないですからね。で実はスーパーでもう一つ買ってまして、これわかりますか、うなぎのおにぎりなんですけど、なんかコンビニとかで来るおにぎりのうなぎ入ってますっていうものと全然比じゃないんですよね。これで200円なんですけど、なんかとんでもない比率のうなぎが入ってるんで、ちょっとこれも楽しみです。美しい海の風景を見て食べる食事は最高でした。でこの流れでお話しするのも非常に恥ずかしいんですけど、さっき移動中にズボンが結構切れて、股の部分が裂け始めた話をしたじゃないですか。でですね、ついに走ってるうちにですね、それがとんでもないレベルになりまして、わかりますか、これもう相当穴開いちゃってるんですよ。まあ
肌色の部分は太ももなんで映っても大丈夫だと思うんですけど、さすがにですねこの状態でもう移動し続けるのはですね下手したら多分職質とか捕まる可能性も、まあ、中身出してないんで露出じゃないと思うんですけど可能性があるので、次どこかトイレ見つけてですねそこでもう予備 のズボンに取り替えようと思います。トイレで着替えようかなと思ったんですけど、そんなにもう人通りもここないんで、もう速攻ちょっと脱いで着替えました。なので、まあ、特に誰かに見られたりとかもまあしてないと思います。でこちらですね、僕がもう直前まで履いてたこのアディダスのパンツ、もう見ての通りですねこれ結構なんか、まあ、ロゴもボロボロになってるじゃないですか。でもう10年ぐらい多分思い返せば着ていると思います。でちょっとどれぐらいひどくこう避けてしまったかっていうのをちょっと皆様にお見せしたいんですけど、なんかこれでもなんか避けてる感わかるじゃないですか。でも実際これなんですよ、わかります？もうこのもうほんと露出までですよね。こんだけ全開で開いてました。なのでまあ10年近く多分僕の力になってくれたパートナーなんで、ちゃんと東京に持って帰って処分しようと思いますけど、本当にお疲れ様でした。今ですねご飯を食べてたら地元のおじいちゃんがやってきてちょっとお話をさせていただいたんですけど、なんかお子様はもう東京の早稲田の周辺でこう住まれてるっていうことで、やっぱりその人口が結構減ってきて、こう移住の人たちもただすごい住みやすいとこなんで少しずつ移住してくる人たちも増えてるっていう話をまあ聞きまして、で五島列島ってなんか最盛期っていうんですか、一番多い時はなんか12万人ぐらいいたらしいんですよ。ただ今はだいたい7万人ぐらいなっていて、だからやっぱりどんどん減ってきてる状態なんですよね。結構空き家とかも増えてるんで、そういうところをこう安く購入して住まわれる方とかもいらっしゃるらしいですね。なので僕もちょっと移住を勧められましたけど、4つ目の教会、曽根教会に到着しました。今結構な急勾配を登ってるんですけど、やっぱり電動アシストあってギア軽くしてもやっぱある程度力入れて漕がないとダメですね。まあ、それでももう今まではアシストなしで自転車で旅する時もやってきたんで、もうその時はもうさすがに漕げないんで多分もう歩いて登ってたと思うんで、普通にまっすぐ直進的に登れてるんで、本当にこの電動アシストっていうのはすごい発明だと思います。今ですね5つ目の教会のオセラ教会かなに向かっています。でちょっとなんかこういう足元がかなり狭い道通ってるんですけど、なんか自転車とかで行ける道をちょっと見つけられなかったんで、なんか住んでる方にこの道から行けるって話を聞いて向かってるんですけど、大丈夫ですかね、なんか民家とかある空き家か、多分大丈夫ですね。ちょっとここ一応道らしいので進んでいきます。
オセラ教会ですね。失礼します。ちょうどこの下を通る道路と、あと僕がさっきやってきた上にある道路の中間地点にあるみたいで、もう車とかはやっぱり入れないんで、こうやって歩いてくることしかできない教会ですね。で、すいません、僕オセラ教会って言ってたんですけど、あのコゼラ教会の間違いでした。それでは、7つ目の教会へ向かいます。なんかすごい細い道を歩いてきたんで、なんか子供の頃にこう遊んでた時によくあの草むら走ってついてたような、なんかこのトゲみたいなやつあるじゃないですか。これが今いっぱいついてます。6つ目の教会、大水教会が見えました。今ですね、午後の3時10分なんですけど、一番北にある諏訪崎灯台まであと12キロの距離なんですよ。で、こちら電動アシストの残りのパーセンテージが、現時点で 50% を切りました。ということでですね、まあ、あと12キロ行ってさらにあの有川近くまでまた戻ってこなければいけないんで、あのちょっとこのアシストが最後まで持つかっていうちょっと危惧があの出てきましたね。で、ただまあ帰りはもう教会とか行かずにあのそのまま直進で帰れる形にほとんどなるので、あの結構教会が結構高台とかに多かったんですよ。結構この電動アシストを使うことが多かったんで多分大丈夫だと思うんですけど、あの念のためもう 40% とか切ったらあの下り坂とかあと平たい道とかはもうこの電源をオフにしてちょっと無駄な電力を使わないようにしてあの進みたいと思います。いや初日にして結構もうこのですね、あの山道が多いんですよ、想像以上に。平たい道がもう感覚的には平たい道がまあ、 あの3割いかないぐらいで他は山道みたいな感じなんで、あのちょっと電動アシストをもう本当使い切りそうですね。てか有川とかあの頭ヶ崎行って戻ってきたのでもう 40% そういえば使ってフルのやつをもらったんで、本当にあのGoTo さんにあの満タンの途中でチャージしてもらわなかったら大変なことになってました。まあ、進みます。リアス式海岸というと東北のリアス式海岸が有名ですけど、こちらの五島列島の中通島のこのリアス式海岸もずっと貫いてもう先の先まで続いています。
今左手に見えましたね。本日10カ所目の教会、米山教会に到着いたしました。さあ、もう少しで最北の地諏訪崎灯台ですけど、まさになんか山場を迎えたということで、ずっとですね急勾配の坂道が続いています。まあ、本当の最後のボスっていう感じですよね。でも本当に今日ですね、あの有川方面からこの諏訪崎灯方面向かってますけど、本当にもうひたすら山道峠道の連続だったんで、本当にまあ長崎市自体もそうなんですけど、本当にもう山多いじゃないですか。でそういうところにも住んでる方がいるんで、今はまだ車とかあるんですけど、もう本当に100年前とか昔の方々のその生活のそのいかになんか大変だったか、移動する物流をするっていうのがなんか大変だったかっていうのをちょっと思い馳せますよね。教会ももう全部ひたすらそんなに利便な場所にはないですからね。全部もうどこかのこう僻地というか、人がなかなか気軽に行きづらいところ、人が集まらないようなところばっかにあるので、まあ明日とか明後日行く場所もほとんどがですね、もうなんか端っこのもう山の端とか岬の方とか、そういうところが地図で見る限りは多いんですけども、とりあえずは1日目のゴールは無事に到達できそうです。ということでですね、ついに中通島最北の地諏訪崎灯台にたどり着きました。ということでですね、もうついに最北の地にやってきまして、でこの最北の地から皆様にですね、五島列島この先北に、そびえる島をご紹介させていただきたいと思います。まず左手に見えますのが小鹿島、そして正面ですね、宇久島、ここももちろんフェリーで行きます。そして右手に見える野崎島となっています。でここのですね休憩所にすごい分かりやすい地図があったので、皆様にちょっとご紹介させていただこうと思います。こちらがですね今回僕がやってきました中通島の全体地図なんですけども、昨日のですね夕方にこちらの有川にたどり着きました。で今日はですね朝からこの有川から東に約12キロこちらの頭ヶ島天主堂へやってきました。まあ、世界遺産に登録されてた場所ですね。で一回ですね有川に戻って、でバイクをレンタルさせていただいているGoTo さんに今回新しいバッテリー 100% に取り替えてもらって、再スタートをして、でさらにですね最初にこちらの丸尾教会で、このまま北上していくんですけど、青佐ヶ浦天主堂。で、さらに、こちらの、お世良教会行って、大水教会行って、
さらに絵袋協会で、こちらの、赤映え協会に行って、中地協会へ行って、でちょっと名前書いてないですけど、先ほどの米山協会行って、そして現在地の諏訪崎灯台へたどり着いた形ですね。でそうですね、走行距離ちょっとこの時計で見えるんですけど、これですね、今日 66.78km 走りました。で電動足付き自転車なんで、本当にそんなになんか体力的にはなんか疲れた感覚はなかったですね。で今日実はまあこれからもう宿戻るんですけども、戻るっていうか行くんですけども、まあ大体この辺に宿を取ってるんですよ。ただもう一箇所、ここですね。すみません、ちょっと読み方がわからなくて申し訳ないんですけど、冷水、冷水じゃないですよね。冷水の境界。あと、こちらちょっとこういう形で西へ一回形になるんですけど、もし間に合えば、まあ、冷水の境界行って、そして宿に、行こうと思います。こちらですね。青方の方に宿があるんで。ということで、これから、また南へ進んで戻っていくんですけども、ただですね、パーセンテージ、自転車のパーセンテージがあと 30% 切った状態になるんですよ。ただもうあとはもう教会をいろいろ巡ったんで、今回パーセンテージを結構激しく消耗したんで、戻るだけなら 30% でどうにかなると思うんで、これから、頑張ってまた30キロの道のりを戻っていきたいと思います。なんとですね、宿まであと15キロあるんですけど、ついに電動アシスト付き自転車のバッテリーが 0% になってしまいました。いや、なんかもう平たい道15キロなら、まあ、どうにかなると思うんですけど、もう、アシストなくなると普通の自転車より格段に重くなって、しかも山道をこれからも峠道繰り返すという状態なんで、ちょっと絶体絶命のピンチに、陥りました。時刻は6時を回りました。でですね、宿までの距離、さっき測った時に、ちょうど 0% になった時に15キロって出たんですけど、ちょっと、実際には違ってて、今この距離からまた15キロという形なんですよ。で、下り道とかはもちろんもう楽に電動アシストがなくても大丈夫で、平地もなんとかなるんですけど、上りがもう、なんていうんですかね、ドラゴンボール、皆さんご存知だと思うんですけど、こう、海王様の星っていうんですか、なんか自分の体重が10倍ぐらいなったような中で動く形で、ちょっと僕の体力ではですね、とてもじゃないんですけど、坂の道を漕いで登るというのができないんですよ。で、やっぱりちょっとネットで調べても、飲食店とか、もうまだまだまだ、先まで全然ない状態なんで、まあ、文句言ってもしょうがないってさっき言った通りなんですけど、とりあえずですね、あ、今、平たくなったんで、よいしょ、乗って頑張ります。平たい道はどうにかなるんですよ。こんな感じで。まあ、ちょっと傾斜があるくらいでも、どうにかなります。ただもう、勾配、こう、まさに勾配だな、みたいなところになると、もう、とてもじゃないんですけど、僕の、筋力では進めることができませんでした。で、このまま行くと、もう見ての通り、全然電灯とかもないんで、真っ暗な中、自転車のライトで行くっていうのも、すごい寂しいですし、もう、とりあえず、これ、筋トレっていうんですか、トレーニングだと思って、海王様の下で自分が強くなるためのトレーニングだと思って、もう可能な限り自分の持ってるエネルギーを費やして、行けるとこまで行こうと思います。もうとにかく飲食店見つけたら、もう、全力でこう、なんですかね、誠心誠意お願いをさせていただいて、そして、少しでも充電させていただいて、残りの宿へ、向かいたいと思います。意外にですね、この坂道も、行けないことはないですね。もうめちゃくちゃ重いんですけど、ちょっと車とかが通らない間は、こんな感じで、斜めに、こう、登りながら、進むと、どうにか、軽いギアにすれば、行けないことは、ないというのが、わかりました。
いやもうずっと電動付きのあのアシスト自転車のもうなんかもう教祖様って形で電動付きを崇めてたんですけど、この楽した分をですね取り返すように、もう筋肉疲労の量を電動付きじゃないのと結局は同じにするような、なんかそういうもう見えない神の配分みたいのがされてるんじゃないでしょうか。まあでもなんか電動付きアシスト自転車の、まあ、素晴らしいところと気をつけなきゃいけないところを、まあ、初日にしてきちんと体で叩き込まれて理解できたのは良、まあ、かったかなと思います。で今日ですね、今回乗ってるパナソニックの自転車がこの電動のアシストのモードっていうのがなんか平地が 60% でこういう坂の道が 100% のアシストモードと今回はそれでまあ来たんですけど、でもう一つが平地も坂道も 60% のアシストっていうモードがあったんですよ。で、まあ、100% 今日坂道でやったらめちゃくちゃ本当にもう力なくどんな坂でも登っていくっていうのは体験できたんですけど、多分それで相当バッテリーが消費したと思うので、まあ明日も明後日もやっぱり走る距離はありますし、まあ島全体がもうこんな峠道、坂道の連続なので、明日はですね平地もそしてこういう坂道も 60% のアシスタントにして、それで走行距離をより伸ばせるようにしていこうかなと思います。いやもうなんか本当あれですよね、お金を竹富士とかライフルとかプロミスで借りて、なんかもう僕は行かないですけどキャバクラとかでもう散財して、でその場は幸せだったけどその分もう悲惨な末路を迎えて回収されるようなそんな体験ですよね。いやでもまあどうにか坂の道もこの斜め方法で行けるのを分かったんで、どうにかこの方法で行ってあと12キロぐらいで宿に到着します。でさっき宿のおじさんから電話かかってきてですね、まあ遅れる話はしたんですけど、僕がもうこの北の方行く話はしてたので大丈夫かって話して、実は電動付きアシストの機能が切れましたって話をして、まあ、迎えに行こうかって言ってくれたんですけど、まあ、どうにか戻りますんでって話をさせていただいて、宿の人にもご心配をおかけしまして、いや申し訳ないなと思います。まあ、とにかく、今回泊まる宿の民宿の白浜さんまであと12キロぐらいの旅たどり着いて、明日万全な状態で、今日よりもよりご利用は計画的にの、旅をしたいと思います。夕日が沈もうとしています。で僕今ですねちょっと急に降りて今カメラ撮ってるんですけど、一瞬ですね僕ネッシーがいたのかと思いまして、わかります？なんかいるじゃないですか、生物っぽいのが。これ最初俺ネッシーかなんか恐竜かなんかかなと思ったんですけど、まあ、ずっと動かないんでちょっと距離が遠くて何なのかわかんないんですけど、多分違和感何なのかなと思うんですけど、ちょっと見た目ネッシーっぽくないですか。さっきはですねもう日が沈むのを見て、ああもう夕日綺麗だなと思ってたんですけど、またちょっと新しい事実に気づきまして、電動アシスト自転車僕が今借りてるやつがどうやらライトもこの電動でついてたらしくて、真っ暗になったらもうライトがつかない状態になってしまったんですよ。で確かにもう行きとかはトンネルの中とかでも自動的に点灯したんで、まあ完全に中のこの充電池と一体に連携していると思うんですけど、で今回はですねちょっと備えあれば憂いなしというお話なんですけど、一応ですね
何かあった時に備えて小型の懐中電灯を持ってきたんですよ。なのでこれちゃんとこうガードレール反射してると思うんですけど、もう自分の持ってきた懐中電灯をカゴの中に入れて、で上で荷物を置いて固定して、どうにかこう明かりをつけて進むことができるので、ちょっと電動付きはアシスト自転車のちょっと気をつけなきゃいけない点、電池切れたら夜間走行も真っ暗でやんなきゃいけないっていう、真っ暗じゃやっちゃいけないんですからね。